ただいまより、桜松雪プレゼンツ、夜のツタンカーメン、開演いたします。なお、この番組は、アホになってください。笑ってください。大爆笑してください。アホと素直と行動力が、世界を救う、夜のツタンカーメン、開演です。 はいみなさんこんばんはこんばんは今週もやってまいりました夜のツタンカーメン75光年に一人の逸材桜葉つゆとアシスタントのギャオでございます今週もどうぞよろしくお願いしますはい今週もね張り切っていきたいと思いますけれども、はい、あのー、僕は今日はですね <laughs> 北九州から来たんですよ北九州から来たはい北九州でねなんか結構こう熱い えー、講演会、主催していただきまして。塾ですかいや、塾じゃなく単発の講演会でしたね。北九州でね。えー、もう超満員フルハウス満館全席で迎えていただきまして、かなり盛り上がりまして楽しかったんですけれども、はい、まあそこにね、あのー、僕の山口のうんこ塾の方たちが、退去して押し寄せていただきまして、はいうん えー、なんかね、もう山口の方たちはね、もうなんかファミリーですね、もうね。ファミリー。なんかね、ファミリーでね、うん、もうあの山口の方たちの顔を見るとなんか、なんかもうファミリー感あってほっとするんですよね。<laughs> なんかすごくいいんですけども、<laughs> その中で、前ギャオを覚えてるかどうかわかんないけども、はい、あのー、ほら、昔僕よく言いましたよ、今日はギャオの家から来ましたみたいな、ギャオと寝てから来ましたみたいなことを言った時にさ、<laughs> 山口のそのしゅうさんっていうねセレブなお姉様が「はい、桜庭さんああいうことは言わない方がいいわよ」っギ <laughs> ャオさんと寝てきたとしてもそんなこと言っちゃダメよって言われてね「いやいや待ってください」と。 ギャオと寝てからどうして収録に来るんですかと。<laughs> 仮に100歩ずつで寝てたとしても、ラジオで言わないでしょ。ないし。っていう話をしたじゃないですか。まあ何回か前か分かんない。かたからちゃんと今、否定してまってる。否定してまってるでしょ。<う>で、その時にね、はい、昨日も、そのわざわざ北九州までね、周、うん、さんが来てくれたんですよ。うん、その時に、周、うん、さんに言われましたよ。桜庭さん、この間、ラジオにね、私が初デビューさせてもらってありがとうみたいな感じで。<laughs> しゅうさん聞いてますかしゅうさん。しゅうさん。しゅう弁天子って言うんだけどね。すごい名前です。本州弁天子さんだけども、このしゅうさんがだから、つさんかわめに名前が呼ばれたってことはすごい喜ん喜ばれていてね、その時、しゅうさんに言われたんですよ。さきろうさんね、今度はこれを言ってくださいって言うの。何言ったらいいんですかって言ったら、今週は、 シューさんの家から、シューさんと寝てからツタンカメの収録に来ましたって言ってちょうだいって言うんですよ。<laughs> 言ってどうすんだって言ってどうすんだって言ったやくしゅうさんこれで気が済んだですかっていうことでね。まあそれはいいんですけど、山口の方たちの前ね、はい、あの、めぐちゃんっていう、葵くんっていうお子さんの話を何回も何回もしてますよ。うん、あの、新聞配達をしたとかさ、うん、あのトイレに手突っ込めないから、一材に会いに行けないみたいなね。だからその、葵くんっていうその小学校5年生の男の子がいて、そのお母さんのめぐちゃんっていうのが僕の塾に来てくれていて、うんうん、でね。そうだった。 こだからんんは一、ね、回も会会っっててなないい。ですよ。あまだから逸材に会いたいけれども僕はまだトイレに素手を突っ込んでないから、うん、突っ込めないまま逸材に入りに行くわけにはいかないって言ってでもトイレに手を突っ込めないということで、うんえー、時間が経っていったけども勇気を振り絞って素手でねトイレ掃除を始めたんだって。へー 小学5年生の男の子が。うん、すごいですね。すごいよね。うん、そして、次の塾、うん、僕は伊沢に会いに行くって言ってたら、うん、その時のラジオの放送が、おしっこんでるかいっていう放送なよ、ね。あおいら、くんが <laughs>。 おしっこだけは無理って言って、もう一大におしっこ飲まないと会えないからって言って、えー、そのまま保留になってるっていう話で。あおいくん、おしっこ飲めなくても会いに来ていいですよ。そうだよの。飲まなくていいんだよ。ギャオは飲んでないよ。そう、ギャオは飲んでない。俺は飲んでるけどね。それでまあ、それはいいんだけども、うん、あの、そこで、あのー、お母さんがね、メグ、うん、ちゃんが僕にあお、はいくんに言ってくれってわけですよ。 おしっこなんか飲まなくていいよ、うん、ってことを、うん、葵くんに言ってくれって頼まれたから、うん、僕はここで言わなきゃいけないんですよ。うん、葵くん、今すぐコップを持ってトイレに行け。って <laughs> ね。はい、次行こうか、うん。はい、次行きましょう。<laughs> はい、次行きましょうね。あのね、僕、ここに来る前に、はい、最近ね、僕2ヶ月ぐらい前から、うん、あのー、自分の近所の家のジムに行ってたんですよ。 あ、なんか、ジム行ってるアピールすごいですよね、うん。ジム行ってるアピールすごいんだけども、近所のジムに行ってたんだけど、24時間のジムができたから近所に行ったんだけども、はい、最近、2ヶ月前。そういう私すごい落ち込んで相談したい時に、連絡したのに、ジムに行くから無理みたいなのがありましたよね。<笑><笑>ありましたね。そんなことはどうだっていいんですよ。まあいいや。でね、2>, <laughs> 2ヶ月前からゴールドジムに行き出したんですよ。はいはい。もうゴールドジムといえば、 もう筋肉養成工場ですから、うん、マニアックな人たちしかいないんですよマンチョばっかりもう筋肉マンしかいない、うん、しかも本気の人しかいないの趣味プロテインですみたいなそうそうそういう人たちがたくさんいるんだけども、うんはい、やっぱりね僕行き出してねすごく思いましたね、うん、やっぱり僕それは何事も一緒だと思うんだけど、うん、やっぱりね意識レベルの高い人たちのそばにいないとダメだねあの人たちは本気だから もう本当に本気。でね、有名プロスポーツ選手は行けば絶対誰かいる。だから僕はプロレス大好きだから、うん、プロレスラーいるね。本当プロレスラーいる。うん見ればわかるうん、見ればかる。メイクしてなくても。メイクしてなくてもわかる。あの、プロレスラーたくさんいるけども。でね、多分、はい、名前はほら、スポーツってたくさんあるからさ。うん ね僕は、その、好きなスポーツしか知らないから、野球とか、そう、確実にこの人、その筋では有名なんだろうな、みたいな、もう、ガタイがもう、うん、もうなんかもう戦車みたいな体してるんよ、もう。<ー>すごい体してる。戦車って。いや、だからもう、それぐらいすごい体の人とかいて、うん、まあ、本当にね、本気でトレーニングしてるわけ。うん、だってね、あの、ああいうね、ウェイトトレーニングって、面白いから、うん、有名人のね、ウェイトトレーニングの DVD まで売ってるんだよ。 うこういうトレーニングをしてるみたいなさ、うん、でもあのゴールドジムに行くとそういうプロスポーツ選手のどういう練習してるのかっていうのをう無料で見れるわけだよまあ鍛えてますからね,そ,でねそう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 だからそうそうそ、ねね、うそ、んねね、うそ、ね、うそ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 う でもう、本気でやってるでしょうん、だからそういう姿を見るだけで、俺も頑張ろうっていうのはすごくあるんだよね。うんうん、で、だからこれ人生には、これ全部当てはまるなと思って、やっぱり自分が何かを打ち込んでレベルアップしたいのであれば、うん、本気でやってる、やっぱり意識レベルの高い人たちのそばにいないと絶対ダメだなってことね。それは絶対そうかもしれないけど、ね。もう、もうこれ絶対そうなんですよ。何かをやり遂げたい、成し遂げたい場合は、うん、本気の人のそばにいるっていうか、 本気の人の練習を見るとか、本気の人のそばにいて、その姿を見ていくっていうのはね、僕も,もう絶対的に必要だなっていうのはね、もう痛感するわけですよ。うんうん、だから僕、ゴールドジム行ってからね、体重3キロ増えたよ。えっと、プロテイン飲んだり、ささみ食べたり。そう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 。たりして。うん。だから体がごつくなっていくよね、えー、どんどんね。ん戦車みたいになるの。戦車みたいになる。なるなる、必ずなる。やばいね。だってね、本当に、もうだから、 そのゴールドジム行ってるじゃん。うん、ゴールドジム行ってると、うん、もう、メンツ来てるメンツはいたで一緒ですよ。あ時間帯とかもある。時間帯でも大体いつも同じメンツですよ。同じ人が鍛えてるあ。あの人たち本気だから休まない。<laughs> いつもいる。いつもいる。もういつも、どうもいつもほら、もうごった返してるから、うん、そのジムがもう。う夜とかもう、 もう俺悪いけど本気だからみたいな感じの人たちが。もうすごいよもう。もううごめいてるからさ、あの筋肉。やめてくれと。そう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 。で、そんな人たちが。筋肉がうめいてる。ういてる。で、俺は一人ね、やっぱ変わった人もやっぱいるんだよな。変わった人もいて、あの、スクワットとかあるじゃん。スクワットっていうのはさ、重いバーベルを担いで、こうしゃがんだり立ち上がったりしゃがんだり立ち上がったりってすごい辛い。これウェイトトレーグの中で一番辛いのはスクワットなんだよ。うんうんうん。 で、このスクワットをやるのにあたって、一人気持ち悪いおじさんがいてさ、うん、この気持ち悪いおじさんは、このスクワットをやるときにね、あの、酸素、なんていうの、酸素スプレー、なんていうんですか、あれ。あ<ー>酸素のスプレーやるじゃない。うん。なんか、だからスクワットすると、倒れるのよ。うん、酸欠で。<laughs> 倒れて、うん、その酸素スプレーを口に当てて、あの、シューってして、蘇る。蘇るのよ。<laughs> そこまでする何がされ彼をそこまでさせるんでしょうねいやだからもうここまで本気の人がいるわけだよいやだってぶっ倒れて酸素吸って復活してまたスクワットして倒れてってやってるそれずっともう5セットぐらいやってんだ、ね、よそれをへえ<ー>だからそういう姿を見るとやべえ俺も頑張んなきゃって思うわけですよ俺も酸素買わなきゃって <laughs> 俺も酸素ボン もう酸素もあんなんじゃなくてさ、<ー>もうあの、海潜る人みたいのさ、買っていかなきゃダメじゃないみたいな、ガチなやつを、ぐらい、本当に本気の人がいるから、やっぱね、ああいう人のそばにいるってね、もう本当もうなん、なんでも一緒だよ、これも人生も全部一緒ですよ。うん、何かやりたいのであれば、本当その人のそばにいる。これは、僕はね、うん、あのー、これ宇宙の法則で言うとね、平均の法則って言うんですよ。平均の法則うん。だから、僕の宇宙法則の中で、一番簡単な、 その成功法則っていうのが、はい、この平均の法則を使いこなすってことなんですよ。うん、この平均の法則っていうのは、名前の出てる人の中で、一番この法則を使いこなした人っていうのが豊臣秀吉ですよ。うん、秀吉。うん、秀吉、信長のそばにいるっていうね。はい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 。 そばで見ていていそうだからもうどうやって信長のそばに行ったのかっていう話するとまた長くなるからもしないけど、うん、とにかく秀だって秀吉ってさ農民以下ですよ、うん、農民以下の出の人が天下統一するって、うん、あの時代ありえないんだよ。うん、そうですね僕らがそんななに駆けけ上がっていけないです、ね、僕らがアメリカ合衆国の大統領になるよりも難しかったはずだよ。うん 当時本当にだって農民あの時代すごい時代ですよそんな時代に農民以下が信長のそばに行きほら懐でさ草履を温めてたなんていう逸話があるようにあそこまで行くまで大変だったんだよ秀吉は。ややるるままででが大変だったんだだよそうですねって信長のそばなんか行けるわけないんだから側近になれるわけないんだからでだから。 なりたい人のそばにいるっていうのはね、本当大事なことなんですよ。だから人間ってね、本当振動数でできてるわけですよ。影響されるのいや、だから引き上げてもらえるんですよ。<あ>振動数を。ううかだからこのなりたい人、だから簡単ですよ。お金持ちになりたいのであれば、お金持ちの人のそばにいる。運が強くなりたいのであれば、うん、運が強い人のそばにいる。うん、もうこれだけですよ、人生は。だからなりたい人のそばにいる、尊敬する人のそばにいる、これが最高の宇宙法則ですよ。だからこれを使いこなさない限り、<laughs> 人生は、 なかなかこう好転していかないだけどこれが僕一番いい方法だと思いますよねま誰にもだからあ誰も傷つけてないですしねんだけどまあそばに行くことはできてもねそばに居続けるっていうのがまた難しいですけどもね確かにね。小番様のように隣び立ってくっついてもさキモいよって言われるだけなので <laughs> 確かにそうですねあ、うん、うところまでは 会えるでしょう。今 SNS とかも発展してそう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 だからね会いたい人がいたらやっぱり会いに行くで、もう尊敬。げるんですかそこからもう顔覚えてもらうために足足下区通うんですよ足下区通足下区通講演会だったら一番前にいつも座るいつもうなずくいつも笑顔でいるってことを心掛けてまずは名前を覚えてもらうってことだよねまあこっからだよねだから僕も小林正官さんのとこ行き出した時はそうでしたよね 名前覚えてもらうまで、うんえー、もう通い続けましたよ、ずっとね。あの金髪から。金髪はいやだって金髪はやめていきました <laughs> 金髪やめてったんです。金髪やめてきましたよ。で、まあだから本当にね、そのなりたい人のそばにいる憧れている人のそばにいる、居続けるっていうのがね、やっぱ一番簡単な。続けるっていうのが、うん。そうだからいい、ね、居続け、う続けるために自分が何をし<す>何をできるのかってことを自分で考えていかなければならないってことですよね。居続けるために頑張る。 自分かれたりとかねそうそうそう。そうで僕今日も、はい、あのー、浜松町のゴールドジムに行ってからここに来たんですよ。うん、鍛えてきたんですよ。うん、でね僕ここに行った時にねもうすごい僕ねちょっと今日ねなんか生まれて初めてジムでこう涙をポろって出そうになったことが <laughs> 泣きそうになった。本当に泣きそうになったんですよ。これ何かっていうとね、はい、あのー、僕ね本当ねこのゴールドジムっていうとこは本当にすごいところだと思ってて このじゅ人生のね、なんか縮図があるんですよ、あそこにもう、本当に。僕の中では。いろんな人間ドラマがあってね。僕、人間ウォッチングが昔から好きだから、はい、こうトレーニングの合間とかね、こう見るんですよ、いろんな人。な引き寄せてんんじゃないんで,すか <laughs> でね、僕、この時にね、僕、本当に感動したんだけども、今日ね、多分あの人、パラリンピックの人だと思うはいはいはい。あの、はいはい、シャツ、 あの日本選手団みたいなシャツ着て、後ろに日の丸を背負ったジャージみたいなのを着てた方なんで、うん、多分、パラリンピックの人だと思うんですけど、車椅子の方が来たんですよ。うんうん、車椅子の方が来てね、うん、あの、まあ彼、彼はベンチプレスを、ベンチプレスって言って、なんかあのベッドの上みたいに寝転がって、バーベルを上げ下げするっていう、ね、そう、あれベンチプレスって言うんだけども、うんはい、それを彼がね、やるのにあたって、よく考えてみてください。車椅子の人が ベンチプレスをやるためには、もちろんあのバーの左右に丸いプレートをつけなきゃいけないでしょうん。自分に合った重りをつける。そう。10キロ、20キロ、30キロとかあるけども、うん、あれをつけるんですよ。でも車椅子だからさ、うん、僕らだったらさ、パッと付け替えて、パッて付けて、パッと付けても、もうそれで寝転がってバーバーバーって上げるけども、始まりやすいですよ、ね。あの方たちはさ、車椅子で移動して、うん、しかも自分の足の自由がないから、足に踏ん張りが効かないから、あの重いプレートを、 持ってで自分でつけて、うん、でまただから自分の太ももの上に置いてまた車椅子をどかしてもう右につけても、うん、まだ左につけなきゃいけないじゃん僕この時にね手伝おうかどうしようか悩んだんですよ手伝わない方がいいんじゃないんですそうでしょ、うん、僕もなんか手伝ったらなんかこう気を悪くされるかなとか思って躊躇したんですよ、うん うわ、どうしようってこれ手伝った方がいいのか、それとも。ああ、でもどっちだろうなと僕、わかんなかったんですよ。うん、で、僕は勇気がなくて、やめたんですよ。私もできないと、まあ私は持ち上げられないでしょうけど。で、うん、今度は、まあ、ほら、いきなり重い重量から始めないから、とりあえずアップから始めるわけですよ。うん、軽いもの。軽いものから始めて、徐々に徐々にこう重量を増やしていくんだけども。はい。だから一セット終わった時に、また、もう足の自由が引かないからさ、 その<あ>自分の腹筋で今度増やす作業でまた車椅子に乗らなきゃいけないわけですよ。うん、で車椅子に乗ってまたそのプレートのとこ行ってプレートを持ってまたこう重量をしてる時に、うん、僕はこの時はねちょっともうもしかしたらこう不快な気分にさせるかもしれないけども、うん、やっぱり手伝おうと思ってねあの僕手伝ったんですよ。ーあのー あ僕やりますよって言って、うん、やったらねその彼がねものすごいいい笑顔でありがとうございますって言ってくれたの。<ー>僕その笑顔を見た時に<ー>なんか涙出そうになって、うん、あの別,別にかわいそうとか同情とかいうのではなく、うん、僕ドラマとか見ててもそうなんだけども。うん その人の、その影の部分っていうか、うん、その、やっぱり、でも僕、あの人たちは、僕の周り結構そういう方いるんですよ。はい、あの、なんかどっかにこう不自由な部分を抱えてる方っている中で、はい、こうなんか、嫌じゃないですか、なんか同情とかってさ、うん、なんかすごくそのデリケートな部分だからさ、僕らみたいなこう、健常者ってこう、なんか、なんかこう、気がついたら傷つけたこ、 とか,あるかもしれないから結構その辺慎重にしなななきゃいけないじゃないけじですか、はいうん、だけどもねまあ、僕その彼にそう話しかけて「僕手伝いますよ」って言った時に本当に「ありがとうございます」ってすごいいい笑顔を見せてくれた時にやっぱどれだけ今までのこう人生の多分僕彼まだね20代だと思うんですけど、うん、こう今までの人生の中でこうたくさん本当にまあ、彼はもしかしたらもうそれが普通で苦労とは思ってないかもしれないけども、はい、この僕の中ではその彼が今までこう。 ま、苦労って言ったらあれだけども、なんかすごいこう大変な思いをしながら、だからスポーツ、たぶんパラリンピックの選手だと思うけど、今でそのさ、うん、その足湯が効かないなんか、あの車椅子でさ、一人でゴールドジムまで来てさ、で、トレーニングするわけですよ。はい。すごい、これらすごいことですよ。うん。もう僕ではもう心が折れてトレーニングする気にもならないし、で、来てればさ、いろんな人にこう見られるわけじゃないですか。うん,う,んうん。だからそんな中で、まあ、 もう彼がこう、今までのこう、どういう人生を辿ってきたんだろうとか思ったら、なんかな、なんか、涙が出てきてさ、<laughs> なんか。で、ま、ちょっと前にね、あの、僕、あれ、あれにね、連れてってもらったんですよ。あの、はい、あの、あれ、どこでしたっけあの、ダイアログインザダークああ、青山。青山でしたっけあれ。ああ、真っ暗なやつ。真っ暗なやつ。はい。あれ、僕ね、皆さん絶対僕行ってほしいと思いますね。あれはね、ダイアログインザダーク外苑前ですかね。外苑前,前。外苑前。 あの、ダイアログ、インザダークで検索すると出てくるんですよ。私も、うん、<あ>一回、これは。これは。かかあ、もう絶対行かなきゃダメですね。暗いの怖いもん。いや、怖くないです、全然。全然,全然怖くない。ないこれ、まあ、ほとんどの人が分かんないと思うんで解説しますけども、このダイアログ、インザダークというのは、うん、目の不自由な、あ方っていうじゃないですか。はい、あの方たちって、やっぱもう常に真っ暗闇じゃないですか。うん、でも真っ暗闇の中でも、 普通に日常生活をこなしてるでしょうん、で、このダイアログイントダークっていうのはな、もうだから、まあ言ったらまあ、遊園地の一つのアトラクションみたいな感じで、はい。えー、は、中に入ると真っ暗なんですよ。うん、真っ暗の中で、えー、その、もう目の不自由な方が先導してくれて、うん、いろんなことを、その、目の見えない方が先導してくれて、その目の見えない方がどのように生活してるのかっていうことを体験できる施設みたいなところなんですよ。うんうん、まあ1時間。 1>, 1時間5000円だったかな、うん、これねだから中でご飯食べたりするんですよ<ー>ご飯食べたりとかあのその部屋の中でくつろいでくださいって言われて何がありますかとか言ってさだから畳の部屋と入ったりとかなんかあの橋なんか一本橋を渡ったりとかいろんなそういうね、うん、季節ごとに変わっていくアトラクションがあって、うん、でそれで買い物したりするんですよ<ー>中で。 目開けてもね何もね何見えない真っ暗だからいや私いけない怖い怖や,いや怖くないって、うん、だってみんないるんだ一人だなお化け屋敷じゃないんだからうんみんなと一緒にやるんだよだから10人ぐらいでやるのかなかなんかお誘い頂い,いたけど怖すぎて断った、うん、いやだからそれもやった時に、うん、やっぱりこう目の不自由な方たちは、うん、こうやって生活してるんだっていうのが、うん、もうなんかねまああの方たちにとってはそれが普通の世界だと思うんだけども。うん だから僕その今日の昼間もそのゴールドジムでその彼を見た時に思ったんだけども。はい、僕らね。本当なんかねくだらないことで悩みすぎですよ。なるほど。あの方達がまあ,あの形が苦労しね。自分で苦労してると思ってないかもしれないけれども、うん、あの方達のこの日常生活の不自由さっていうのはすごいですよ。うん、だから、本当彼を見た時に僕もいろんな。その小さいくだらない。悩みとかある中で。 はい、この人に比べたら、自分の悩みなんて、んそれ、何なの自分の悩みなんて、とか思って、うん、僕すごい勇気もらいましたよ、あの方には。すごい勇気をもらって、すごい感謝しましたよね。だから、僕ら本当ね、はい、なんか、いろんなことにもう少し、こう、感謝をして生きていかなければいけないな、というのを今日僕すごい再認識したんですよね。うん、もう、 なんかこう、本当にくだらないことでこう悩んだりとか文句言ったりとかあるけれども、はい、やっぱりああいうふうにこう一生懸命生きてる方たちっていますよ。この間、この間モンゴルに行った時は、うん、あのー、まあ、神鈴木正幸さんグループと一緒に行きましたけども、はい、鈴木さんのグループの中にはね、あの、耳の不自由なね、あの、カイリくんっていう男の子がいるんですよ。はい、で、彼も一緒にモンゴル行ったんだけども、うん、で、うん やっぱり、カエリくんもね、やっぱり、まあ、耳が不自由で聞こえないから、うん、あの、すごいね、やっぱり笑顔が素敵なんだな、ああいう方たちっていうのはな。うん,うん、だから、あの、一緒にいるとね、こう、すごく勉強になることが多いんですよね。だから、僕らはほら、五体満足じゃないですか。何に不自由なく、暮らしているのにもかかわらず、はいはい、こう、些細なことで、ああでもない、こうでもないとか、ね、ついつい文句を言ってしまうけれども、本当に、はい、ああいうふうに、ね、 えー、いつも笑顔で、えー、だってほら一緒にご飯とかね飲み会とかあった時にさ、はい、みんなの会話わからないよ。聞こえないかな、うん、だけどその独身術って,ってさあの唇の動きを見て何を喋ってるかとか分かったりするだろうけど、うん、でもなんかこう不特定多数とかで喋ってたらねこう一人一人唇見ても一人しか見れないから、うん、こうどういう話とかは多分分かんないと思うけどもそんな時にね。僕 この間すごい感動してそのカエリくんと一緒にご飯食べてる時にね、はい、あの一人の男の人がですね、うん、あの僕らも大爆笑してるじゃないですか、うん、大爆笑してる中でもうカエリくんだけ話が分からないよ、うん、でそんな時にね僕の前に座った、ね、心優しいお兄さんがね、はい、何で今話をしていて何で笑ってるのかってことを急にパソコンを出し出してねなんかずっとカタ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 打ってたの。うん で何してんのかなと思ってたら何を話して何で笑ってるかってことを文字入力してたの、うん、でそれをカイリくんに見してたのうそう僕ねなもうそういうのを見るとねなんか僕たまらないし、うん、やっぱこのカイリくんが一緒のテーブルにいるにもかかわらず、うん、彼のことを考えずにこう会話してる自分っていうのもすごくこう嫌になったりするわけだよね。でも 味方、全部味方だからさ、自分は何、何、うん、カイリ君のことを考えずに喋ってるけれども、彼は、カイリ君のことを考えていい何喋ってるかってこう、心優しく打っている、うんうん、このなんかさ、人間的なこのレベルの違いとかを考え感じたりするわけなんだよね。うん、だからそういうのを見たときに、はい、やっぱりこう自分もそういう、もっといろんなことを気づかなきゃいけないよな、とか、うん、すごく思うん。だから今日のほんとね、すごくあの、彼に対して、あの、話しかけてよかったなっていうのはすごく思うんだよね。だか 思うよねこう、助けていいのかどうかっていうのはさ。わかんない。わかんないもんね。失礼だったら嫌だなっていう方がね。ね、もしかしたらさ、ね、余計なことしないでくださいとかいう気持ちかもしれない。うん、でも、でもそれでも僕は話しかけるべきだなっていうのは僕今日はすごく思いましたね、うん。すごく思った。あの、すごくいい笑顔でね、あの、ありがとうございましたって言ってくれたので、だから、あの、ね、パラリンピックもこの間終わって、ね、あの人たち、すごいよね。うん ねもうあのやっぱ影の努力っていうのがすごいなっていう風に思いますよねだからあのオリンピックでさ、はい、あれですよあの水泳の平泳ぎのあの有名なあの何も言えねえって誰でしたっけ北島さん北島康介北島康介, <laughs> 介のさあの僕すごく好きな話があってね、はい、あの彼が一番、うん、まあもう全部この話いい話だけど急に 出てきたから名前とか全部忘れ,て忘れちゃったけど北島康介が一番尊敬してる平泳ぎの選手がいるわけですよ。はい、で、あれ東京オリンピックだったかなあの日本で初めての平泳ぎの1 0 0ルの金メダルを取った人がいるんですよ。<笑><笑><笑>この人がねあの金メダルを取るために、はい、もう もう、メダル取る人なんてさ、もう横一線って分かんないんじゃないですか。金銀銅の世界って、すごい。コンマ何秒とか、ね。コンマ何秒だから、うん、あれ、もう僕は本当運うの世界じゃないですか。はい。でね、その時にね、その北島康介が一番尊敬する人は、自分が金メダルを取るためにって言って、毎日毎日神社に、あの、お参りしたんだって。うん、へ神社にお参りした時に、はい、その時の、あの、自分の、その水泳のコーチに、うん、神社にお参り行ったって金なんか取れないって。 うん、お前が本当に金を取りたいんだったら日常生活において徳を詰めって言われたんだって。うんそれからその人は道,道端のゴミを拾ったりとかなんかあの電車に座ってた時にもう率先して席を譲るとか、うん、そういうふうになんかね 陰徳を積むっていう方向にシフトしていって日常生活の中でも徳をすごい積んだんだって。うんうん、だからもう横一線になってる時に誰を金メダルにするかっていうのは神様が決めるっていうわけよ。だからそれで一生懸命あの人の見てないところでいいことをしていった結果あの人が金メダルを取ったっていう話を聞いてねすげえいい話だなと思って。だから僕もそういうふうにさ、なんか前,前回かなんか 喋りましたよ。なんかあの、高田純二の、えー、自由反出隊の第5話の徳を、うん。そうですね。えー、運を貯めていくっていうね。だからああいう生き方をしていきたいなというね、えー、ふうにすごく思いますよねという回でね。えー、まあお時間になっていきましたけれども、はい、えー、なんか取り留めのない話でしたね、今はね。そうですね。ね最初の方何喋ってたか忘れちゃった。何も覚えてないですね。ということでね、はい、えー、また来週お会いしたいと思います。はい、さようなら。